イエス・キリストは昨日も今日も今年はまだお変わりのない私たちの主です。その主にですね、期待しつつ御言葉を披露してまいりたいと思いますけれども、今日の主本の写真はですね、本来のね、この表紙とはちょっと違うんですね。最初に作られたやつなんですけれども、内部地を言うとですね、この信仰、その驚くべき力というね、この驚くっていうね、この感じがちょっとですね、ちっちゃいんではないかというね、話がありまして、そこだけちょっと大きくしたいですかね、本来の本になりますね。これが5月の30日に、この出来上がっていきます。ちょうどですね、この31日と、自然の石の総会で私東京に行ってますので、まあ、持ってくることは可能ですので、後ろの方にですね、紙を用意しておきますので、この主本の方に出してますけれども、お求めになる方はね、この予約していただければその冊数はね、必ず持ってきますので、まあ、理由は簡単なんですね。どのぐらい持ってくればいいのか分からない、ですから お求めになる方は、そうすると6月の1日にですね、お手元に行きますので、ぜひですね、お買い求めいただきたいなと、ね、思っております。それとともにですね、今も言いましたけども、31日に自然の石の総会が行われます。で、特にこのですね、土地が与えられて、さらにですね、今この大きくね、働きが進んでいきます。今週ですね、棚原さんたちが、この郡山の方に行かれて、また視察してくるということに導かれてますけれども、で、その中でね、さらにこの日本にね、この児童養護施設がね、さらに、ね、早く建てられていく、またですね、その必要がね、この求められてきていますので、さらに、ね、覚えていただきたいなということで、覚えています。またですね、6月の1日までに、このね、この賛美大会の機内予選の、登録とですね、曲名、チーム名ですね、楽器の有無ですね、CD になる、ね、それを紙に書いてね、言葉でだけダメですよ、忘れちゃいますからね、ちゃんと紙に書いてね、紙もね、なんか、その辺に置いていいような紙で書くとですね、その辺に置きますからでね、6月の1日ね、出そうと思ってもね、ちょうど31日東京行ってますから、この頃ね、飛行機が飛ばないとかね、ありますから、その場合はね、31日までになりますからね、その時はね、勝地福祉が頑張りで出していただくつもりですけども、さらにですね、ぜひ多くの方々ね、来ていただきたいなと思っています。そしてちょっと先ほどですね、下地福祉にその新館チャペルの、ね、写真見せてもらいましたけどね、なんかすごいところですね、あそこで賛美していいのかなと思うようなね、私の思いを超えたね、ですね、なんか丸いようなね、講談でね、なんかちょっとそれ私好きなんです、高くないのと、大体多分20センチぐらいかな、ね、ちょうどいい、前のね、体育館みたいにね、1メートルぐらい高いとね、もうそれだけでね、上がっちゃいますんで、ちょうどいいなとですね、思っていますが、さらにですね、ぜひね、期待してね、お集めください。それとともにですね、商法の方にも出してありますけども、 6月の5、6、7 と、ダビダ前田牧師と奥様と、サラちゃんね、来る予定です。で、理由はね、7日にこの場所で、このスプリング・オブ・ライフとブレスの録音をするということで、来られますけどね、で、さらにですね、このですね、恵みによって6日のですね、方においては、このね、ある病院における、職員礼拝でね、奉仕をさせていただくということになっておりますし、またですね、6日の夜、この場所で7時から、このサラちゃんも含めて、去年は奥様の証がありましたけども、今年もお願いしようかなとかね、いろいろ祈ってますけどね、ですね、ですからサラちゃんはこうやってね、サラちゃんの独創会もやってもらってもいいし、最初にやってもらって、ね、
もうこういうのね、私好きなんです、ね、プランナーっていうのね、好きなんですけども、ですね、ぜひですね、この期待してお集まりしていただきたいと思います。さてですね、今日はヘブル人への手紙のこの年号の17回目として8章の7節から13節を読みしてまいりましたけれども、7節に、もしあの初めの契約が欠けのないものであったら、後のものが必要になる余地はなかったでしょう。じゃあ、あの初めの契約というのは何かというと、これは旧約聖書のことです。旧約聖書のことです。そしてここのね、先週も少しお話ししましたが、6節の最後に、さらに優れた契約の仲介者であるからです。先週はね、特にこの仲介者の方に重きを置いてこのですね、お話をしましたけれども、ここにね、さらに優れた契約、つまり初めの契約ではね、追い切れなかった契約を、この新しい契約は追っているぞということをね、このヘブルのね、著者のがね、このヘブル人への手紙のこの読者にかけてね、この言ってるわけです。また私たちにもかけて言ってるわけです。でつまり何かというと、旧約聖書よりも新約の方がさらに優れた契約ですよということをね、ここで言ってるんですが、まずこのことを知っていただきたいんですが、この旧約聖書がね、全て破棄されたわけではありません。イエス様が新しい契約として、この旧約を超えてさらに優れた契約を私たちに結んでくれた部分、ね、このいくつかあるわけです。その代表的なのが罪の許し、十字架によって人々であるイエス・キリストが私たちの罪のために負ってくださって、イエス・キリストを信じる者が立法ではなく行いではなく、信じることを通して、ね、信じることを通して救われるという恵み。それともう一つはね、この全ての民、イスラエルの民ではなく、ね、あの旧約時代でしたらね、私たちはダメなんですよ。旧約時代でしたら、ね、新約だからこそ全ての民、イエス・キリストを信じる全てのね、どんな人であろうとも、このね、悪いことをやっていた人であろうとも、この、ね、ユダヤ人じゃなくても、ね、この誰でも救われるという、これがね、一番大きなね、恵みです。ただしそれ以外のね、事柄に関してのこの立法はね、旧約はね、続いていると、ね、覚えておいていただきたいと思います。なぜならね、この一番簡単に言うと、イエス様がこの変えられた旧約聖書の約束は、この今の時代変えられている。しかしイエス様が変えられていないものは、旧約聖書は、ね、神の言葉としてこれずっと続いていくというね、事柄です。そしてその種がね、立法の一点一角持ちない。じゃあこれね、変えられたって言ってね、それはね、全く意味のないものかといったら違うわけです。なんならイエス・キリストの十字架は、神を愛し隣人を愛するという立法を全うしたものだからです。ですからここで、さらに優れた契約というね、ことでね、お話をしているわけですが、この8節からね、このちょっと長いですが12節までお読みしますが、しかし神はそれに価値があるとしてこう言われたのです。主が言われる、見よ、日が来る、私がイスラエルの家やユダの家と新しい契約を結ぶ日が、それは私が彼らの人たちの手を引いて彼らをエジプトの地から導き出した日に、彼らと結んだ契約のものではない。彼らが私の契約を守り通さないので、私も彼らを顧みなかったと主は言われる。それらの日の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。私は私の立法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつける。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。また彼らがおのおのその町の者に、またおのおのその兄弟に教えて、主を知れと言うことは決してない。彼らはこの小さい者から大きな者に至るまで、彼らは皆私を知るようになるからである。なんなら私は彼らの不義に憐れみをかけ、
もや彼らの罪を思い出さないからである。これはエレミヤ書のですね、ちょっとね、今は開きませんけども、31章の31節から34節までですね、のこの引用です。で、これはね、ほとんどこれ同じなんで、この開きませんが、で、この時ね、日が来る。じゃあ日って何か。これはね、イエス様が来られる日ですね。私がイスラエルの家やユダの家と新しい契約を結ぶ日が、つまり、この新約の、ね、恵みの時が来るぞということをここで言ってますが、そしてこの面白いのは9節。それは私が彼らの子孫たちの手を引いて、彼らをエジプトの地から導き出した日に、彼らを結んだ契約のようなものではない。彼らは私の契約を守り通さないので、私も彼らを顧みなかったと主は言う。つまりね、このエジプトの地から抜け出したというのは、これはシナイ山契約です。ね、あのモーセがシナイに登って、シナイ山に登って、これ10回与えられた。その10回与えられたんですけれども、この後面白いこと言ってるんですね。この彼らは私の契約を守り通さないので、私も彼らを顧みなかった。で、この時ね、あの立法の違反は死なんです。それもね、立法の違反って言った時ね、これいっぱいあるわけですよ。まあ、特に中心は10回ですが、ね、10回のうちね、一つでも破ったらこれはね、罪なんです。ですからね、守り通せないわけです。守り通した方は、ね、一人だけ、イエス様だけですからね、この守り通せなかったから私を顧みなかったってね、ここで言ってますけれども、これね、つまり私たちはね、この立法によっては救われないということをね、教えていただくために、このね、事実があるということをね、まず知っていただきたいと思います。そして10節に、それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主が言われる。これは面白いんですけれども、私が私の立法に彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつける。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。つまり、このね、立法を外から受けたんでは守り通せなかった。そのために、神様はその心の内に、その立法を書きつけるってね、言ってるんですね。で、この立法を書きつけるって何か、ね、つまり神の言葉が私たちのうちに住むってことです。これはイエス様を信じてね、信じた者たちに与えられる聖霊の恵みです。で、あのヨハネのね、第一ヨハネぐらいだったかな、ですね、注ぎの油がね、あなた方を教えるって書いてるでしょ。つまりその油のことを言ってる。つまり聖霊様が私たちのうちに与えられることを通して、私たちが心の中に神の立法を受ける、ね、ただね、イエス様信じてね、心に立法を与えられてもね、これはね、私たちロボットでありませんのでね、このね、立法を守るか守らないかね、私たちの心次第なんです、ね、ですからこの新約の時代になったから、もう十字架があるから誰でも彼でも救われる、ね、というわけではありません。寝てても救われますけど ね、寝てても救われますけどね、イエス様がただ一つだけ、ね、聖霊を拒むする、ね、つまり神様の導きと神様の御心の語りかけの中で聖霊をですね、否む罪以外はどんな罪を犯しても許される、悔い改めたらですよ。だからね、これね、私ね、一番ね、今のところね、知りたいやつ、悔い改めないまま天国に行ったらどうなるのか、ね、つまり私たちの字にここで言ってるのは、神様が私たちの立法を与えてください、心に立法を与えてくださり、私たちが罪から許されること、癒されること、解放されることをここで言ってるわけですよ。でもそれにはですね、十字架を信じること、罪をね、悔い改めることがね、これ内包されてるわけですが、もし悔い改めないままね、
天国に行ったら天国で悔い改めろって言われるのかな。その時嫌ですよね。周りにね、知り合い全部いるかもしれないね。谷口力夫さんがね、で、まあ、私の名刺ヨシアでもいいけどね、このイエス様のとこ行った時ね、横でね、あれ行けって言って、ね、さね、ペテロだと、お前はこの図よくやってるね、嫌でしょうね。ですからね、この私たちはね、この聖霊様にね導かれるってことは何かというと、聖霊の導きを受けるだけではなくて、日々ね神様と交わってこの中で私たち自身が清められていく。だから清められていくって何かというとね、いつも言ってますけれども、神のものとなっていく、私たちの心と体の霊が神に満たされていく、これをね清められていく、神のものとなっていく、まあ私は全部同意と思ってますけれども、でその中でね神様は私たちを引き上げてください。去年のね11月にマーリンさん天に帰られましたけども、本当にねマーリンさんといるだけで嬉しくなるわけですよね。マーリンさんといるだけね、嬉しさとね、感謝がねしやすくなる。ある方といるとね、怒りとね、つぶやきとね、文句が出てくる、そういう方もいますよ、ね、ペテロ中東だって指ささないでくださいね。でも神様によって御霊に満たされるというのは何かというと、私たちがこの地上生涯においてこのキリストの御丈にまでってね、このコリントにあるように引き上げられていって、私たちを通して神様が現れてくださる。だからこの後ね、この11節に、また彼らがおのおのその町の者に、またおのおのその兄弟に教えて、主を知れということは決してない、小さな者から大きな者に至るまで彼らは皆私を知るようになるからである。この主を知れでね、つまりこれ律法のことですけども、律法の教えのようにこのね、ではなくて御霊の導きの中で一人一人イエス・キリストを信じた者たちが救われ、引き上げられ、祝福され、神様を知っていくようになることをね、ここで歌ってるわけですね。そして12節に、なぜなら私は彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い出さないからである。ちょっとこれ逆説的ですけども、ここが一番重要なところなんです。なぜなら、つまりこのですね、この8節から11節までの事柄はなぜなら、ね、つまりこの結論ですよ。私は彼らの不義に憐れみをかけ、つまり罪に憐れみをかけ、つまり十字架の恵み、十字架の恵みによって彼らの罪を思い出さないからで、つまり罪なき者として神様が私たちに神様の思い、律法を私たちの心に入れてくださる。だから本来ね、ここが一番最初に来た方がね、分かりやすいんです。つまり十字架の恵みによって私たちは、私たちのうちにこの聖霊を内住し、その聖霊様がね、この油として私たちを教え導き、ね、私たち一人一人だけではなく、このイエス・キリストを信じる全ての方々が神様によって満たされ、導かれる、このことをね、このエレミアの時代においてね、もうすでに語られているんです。新しい契約、この新約の恵みって言ったときに、その新約の恵みがあるからこそ、私たちは救われているんだぞってね、ことをね、ここで言ってるんですね。で、本当に神様にね、これね、この祈り聞き従う、ちょっと話は飛びますけども、聖霊の恵みのね、一番大きな恵みは神様に祈り聞き従うことだと私は思ってるわけです、ね、なぜならね、分かんないところあるじゃないですか。私ね、これはこう見えてもですね、聖書分かんないです。はっきり言っておきますよ、分かりませんよ、難しすぎ。だからどうするか、神様教えてくださいってね、いろんなことやりながらね、
でもね、心はそっちに向けてるんです。うちの奥さん文句言うんですね。あなたこういうことやってんじゃん、ああいうことやってんじゃん、別の本読んでるじゃないとかね言ってますけどね、心はそっちに向いてね、神様このことは何でしょうかね。あれね、まあすいません、私の流れの癖でね、この一つのことをね神様に聞いてね、ずっと心の中に、ね、祈ってる持ってるとね、パッと開かれるんですよ。パッと開かれます。そのね、最たるものが清め。だから私これに関してはね、感激してるわけですよ。ね、どうしかというとね、私7年間ほどね、福音派の教会にいましたけれども、そこはね、清め派の教会です。中野牧師もね、同じ系列ですけれども、ね、清くなければ神を見ない。でね、毎週メッセージね、そして必ずね、牧師のね、決め台詞があります。あなた方は許された罪人です。許された罪人として、神の恵みのうちに従いなさいとかね。ちょっと立法的なんですけども、だからね、幼な心にですね、じゃあ清めって何だ、ね、誰も答えてくれませんでした。そしてね、主の塾の牧師になってからね、だいたいどのぐらいだろうな、沖縄に来てからですからね、その前福岡の7年があって、ですからね、だいたい17、8年、17、8年かかったんです。これ清めって何かって言った時ね、ある時パッと来たわけです。神のものとなることだ。これね、私のうちにね、神様が教えてくれたんです。これね、今までの全てのことがそれでね、これ理解できました、ね、清められていく時に、私たちが私たちの力で清めようと思っても無理だ、ね、ヨシュア君が自分の力で解放されようとしても無理。うちの奥さん理解してるかどうかは知りませんけどね。なんか神様によって解放される必要がある。神様によって清められる必要がある。神様によって助けていただく必要がある。じゃあどうしたらいい、ね、私たちは自分、神様ね、親切な方ですから、私たちがね、握ってる限りはね、手出ししないんです、ね、私たちがそれをことを委ねていった時に、神様の方で神様が働いてくださるんです。まあ今までね、私の例を出しましたけどもね、今日だって素晴らしい賛美皆さん聞いたじゃないですかね。新藤さんの前のはね、これはもう小学校時代から歌ってたから当然。でもね、横の方ね私知らなかったわけです。音痴だった。これね、東京の時行ってね、ね、その方が音痴だって誰も信じてくれない、ね、そりゃそうですよ。賛美大会これで、これ今年受かったら14年連続ですよ、ね、それもね、日本全国賛美大会だからね。そしてね、なぜ沖縄に3枠があるか、一応ね、規定で15位以内に入ったら、その15位以内に入ったチーム分だけその地域ですね、チーム数が与えられるという。だからね、15位以内にずっと入り続けてるわけですよ。この頃秋元牧師がね、もう去年あたりからね、盛んに言うわけです。そろそろ2枠になるなとかね、もうプレッシャー与えてくるわけです。新しいチームもジョイも出てきたし、美しいちゃんもいるし、もうこれレシューズじゃなきゃならきっとダメだぞとかね。それでいてね、もう本当にね、去年だってね、この13位だったかな、12位だったかな、入ったわけですよ。音痴だったら入れませんよね。でどうなった、まあ、神様が語ったから賛美リーダーになっていただいたら、神様の方で働いてるわけです。だからね、本当はもう見なきゃいけないんですけどね、面白い証しあるわけですね。なんか車でその方が歌ってたら、お父さんやめてって言われて音が外れてるよって言われて、ね、
つまり何かというと自分で歌った時には音痴になってる。ところが、ね、こうやって神様の前でね賛美する時には正しい音程と、ね、良い音でね賛美できてる。これね神のものとなってるからです。私たちがね神様に語られていることにね一歩一歩従う中で、私たち自身がねこの最後にねこう書いてあるんですね。神は新しい契約と言われた時に初めのものは古いとされたのです。年を経て古びたものはすぐに消えていきます。古い自分ではなくて神様の与えた新しい契約、新約の契約の恵みを私たちを受けるものとして招かれていること、さえね覚えていただきたいと思います。お願いします。愛する天の地の神様、さらに私たちがあなたを愛し、あなたに従い、あなたの地に歩むことができますように、助け導いてください。この癒しの祈りの時を持ってまいりたいと思います。まず悔い改めの時を持ちてまいりましょう。それではお願いします。愛する天の地の神様、癒しを注ぎ、解放を注ぎ、霊を注ぎ、祝福してください。イエス・キリストの御名によって癒されよ、癒されよ、イエス・キリストの御名によって解放されよ。この偏頭痛がある方がいますが、それが癒されていきます。またこの目がショボショボしている方がいますが、このそれが癒されていきます。イエス・キリストで癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス様の御名によってお祈りとします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美していきましょう。私たち一同ともに、世と子主に限りなくありますように。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。